2章立ち止まり見てを渡らむもみじバハ雨と降るとも水はマサラジ。巫女様おはようございます。今日からは帝を呪う怨霊を確かめる日でしたね。陰を呪っていた怨霊を退治したばかりですが、今日のためにもお願いいたします。陰を呪っていた怨霊を私が退治しただなんてまだ信じられないよ。自信をお持ちくださいませ。巫女様ならば帝を呪う怨霊もきっと退治できますわ。ありがとうゆかり姫。あら、兄様でしょうか。何を慌てていらっしゃるのです増加を作る準備をしており、昨日で全ての花弁を使い切ってしまったからな。あ、八代が来ておった。どうしておいたぞ。あ、伊佐藤君もう来ないと思ってたなんか言い方が要はケバブ、昨日あれからお前の様子が気になってさ。帝を助けることは気が進まねえが、お前の力にはなりたいんだ。だから俺も協力するなんだこいつもうありがとう。これで八代が全員揃ったんだね。八代全員、そりゃどういうことだ。昨日伊里くんが帰った後、前に会った帝側の八代の人たちが来てくれたの。それで帝を呪う怨霊を一緒に退治することになったんだよ。院への呪詛に帝が関係してないってはっきりしたわけじゃねえ。疑いも晴れてねえのに、あっちの方のやつらを信用しちまって大丈夫なのか。佐藤くん誰でしょう。ああ、まあ、おう、勝真殿来てくださったのですね。あ、そうか、読んだもんね。ああ、協力するって約束したばかりだからな。勝真、お前もケバブを龍樹の巫女と認めたのかよ。伊佐藤、そりゃまだわからない。初めて見るね。だが俺は標識として今日や帝を守るためケバブに協力しようと思ってな。そうか、残念だな。せっかくお前が来たけど俺帰るとこだから。ケバブ、俺は協力できない。院の呪詛のことは帝の差し金じゃねえかって疑ってるからな。伊佐藤、俺だってこれは譲れない。お前が信頼できるやつだって知っててもやっぱダメだ。へー、じゃあな二人とも、まあ頑張れよ。待て伊佐藤、八代の半分には巫女と認められず、天地の指針もうまく噛み合わぬこのようなことでは奥義を使える日など遠いであろうな。奥義？何ですかそれ。100年前の龍樹の巫女様に備わっていたという力ですわ。同じ獅子の八葉の力を合わせて強力な攻撃を、ああできたけど一回もあれやったことない。同じ獅子の八葉だっていつもあれだったもん。地の清流と天の朱雀やったもんね力を合わせるのは、あえ、伊佐藤くんじゃないのかなバカって言われるんじゃない違います、巫女様。同じ獅子の八葉ですから、天の聖流、頼忠殿ですわ、まあ、知ってるけど奥義には巫女の力だけでなく天地の獅子の心のつながりも必要だという。今の巫女では決して使えまい。己の不足を少しは自覚するのだな。うん、私が頑張らないと使えないんだね。ところでだ、院を呪詛していたのはあの白拍子だったんだろ。帝を呪詛しているのもまたあいつなのか。どうでしょう、よくわかりません。あいつの言動には怪しい点が多かったからな。俺はそうでも驚かないぜ。帝を呪詛しているのはシリンなのかな。あ、他にそういうことしそうな人はいませんか。他にね、まあいてもおかしくないかもしれないが俺にはわからないな。そうですよね、たくさん名前挙げられても困るし、まあとりあえずは怪しいやつから調べようぜ。とっかかりもないことだし。それで院への呪詛にはどうやって気づいたんだ。院を呪う怨霊の時は私が白川で汚れを移されて呪詛に気づいたんです。白川ってことは院の膝元だな。帝のそばなら大代理の朱雀門あたりから調べるか。朱雀門はね、今まで行けんかったよね自分では。また巫女が汚れを移されるようでは手に負えぬぞ。巫女様、お顔が真っ青ですわ。まさかまた汚れを受けてしまわれたのですか。はい、受けました。
増加はできておる。早くその汚れを払うのだ。ありがとう。わ、綺麗やな。美味しそう。リコ様の汚れ、もう払われましたでしょう。うん、なんだか体がすごく楽になったよ。それはようございました。それで巫女様、朱雀門で何があったのですか？うん、実は院の時と同じように巫女が聞いたのは帝を呪う怨霊の声であろう。今後はその怨霊を倒すだけの力をため直さなければならぬ。一日一枚この造花の花弁を使って力を強めるとよかろう。23枚だから、うん、怨霊と戦うのは23日後、11月7日だね。その通りだ。はーい。怨霊は玄武に陰の木を求めているのでしたね。玄武は北を守護する獅神ですわ。陰の時と同じように何者かが獅神を呪詛に使い怨霊を強めていると思います。巫女様が見たという松原はおそらく大代理の中にある、お、縁の松原、縁の松原へ行けば手がかりが得られるのではないでしょうか。分かった、縁の松原に行ってみるよ。結局あの白拍子が犯人だという証拠は見つからなかったな。呪詛とはお主が考えるように単純なものではない。それよりも八王であるのに怨霊の気配や汚れにも気づかぬことを恥じてはどうだ。恥そうとするよね、この子。文句があるならはっきり言えよ。やばいやばい、ちょっと磯野くん、ああこれかな。私の巫女としての力が強ければいいんだよね。私の力が増せば八王のみんなや磯野くんの力も増えるんだよね。本当に龍樹の巫女聞く通りだな。今朝も言ったが俺は龍樹の巫女なんて信じて嫌なやつ。何その、しかも手なんか掴んできそうな手しやがって。お前が言うのは勝手だが、俺は帝を呪う怨霊のことで協力しているだけだからな。それよりも問題はあのシリンとかいう白拍子だ。早く見つけ出して捕まえてしまえば全て白状させられるだろう。もう遅いな、俺は帰るぜ。生意気な。勝真殿は龍樹の巫女や八王をあまり信じていらっしゃらないようですわね。でも巫女様とご一緒していればきっと分かってくださいますわ。あとは伊里くんたちとも仲良くしてくれるといいんだけど。誰か参ったようだな。誰でしょう。おお、池川部大丈夫なのか。伊里くんどうしたの。お前が倒れたって聞いたから慌てて飛んできたんだ。巫女は怨霊の汚れを受けたのだ。汚れはすでに増加の力で払っておる。また怨霊の汚れを受けちまったのか。ケバブごめんな、お前をこんな目に遭わせちまって。俺勝手なことばかり言ってお前を守ることを一番に考えられなかった。そんなに気にしないでよ、もう大丈夫だから。大丈夫じゃねえよ、何かあってからじゃ遅いんだ。決めた、明日からまた今まで通りにここへ来るからな。伊里くん、他の奴らにも声をかけておく。天の指針でお前を守るぜ。ありがとう、伊里くん。じゃあ俺帰るわ。またな、ケバブ。わあ、それだけのために。伊里殿たちの天の指針も協力してくださるのですね。よかったですわ、巫女様。そうだね、本当によかった。そう喜んでばかりはいられぬ。これから巫女は帝の勢力が抑えられている場所へ行かねばならぬ。理由を詳しく説明してくれる？帝への呪詛を調べるのだ。帝の勢力が抑えている場所へ行かねばならないだろう。しかし院を支持している天の指針や巫女だけで帝側の土地へ行くのは危険だ。ああ、今までも帝側の土地には入れなかったもんね。帝側の土地へ行くには帝との関わり深い地の指針を必ずお連れくださいませ。はーん、あ、はん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 。ちょっと読むの放棄しちゃった。つまり帝側の土地に行くときだけ地の指針と同行するように気をつけないといけないんだね。天の断りと地の断りも。この断りは別同士やねんな。忘れてはなりませんね。ご説明いたしましょうか。見て、全員選べるようになった。でも天の指針と地の指針のコンビで行くのが一番良さそう。おう、確かに僕が頼めば楽しかめてくれるかもしれません。ん？伊里くん、迎えに来てくれるの嬉しいんやけどさ、
あのおそらく玄武の解放にはあの父の指針二人で行かないといけなくってって言いながら行くけど、じゃあまあせっかくやからな、2章入ったし心のかけらを取りに行こうかな今日は。こいつまたかよ。え、2つ目、これが心のかけらだと。なんか前のとえらく違うじゃねえか。違うってどの辺が。言葉じゃ説明できねえよ美里くん。ここのお社こじんまりとしてるよね。火の御子社は雨を降らせる雷神を祀った神社なんだ。近くに同じ神様を祀った立派な神社が建てられてるけど、俺はこっちの方が好きだぜ。うん、このお社付近の人から大切にされてるみたい。境内もきちんと掃除されてるしね。掃除してたねおばさんだろ。ここの神様は結構厳しいからな。ここの神社で悪さしたガキが天罰敵面で熱を出したこともあるんだぜ。それって本当は伊里くんのことじゃないの。違うって俺じゃねえよ。熱を出したのは勝つ。ん、もうどうでもいいじゃんそんなことは。それよりせっかく来たんだ、拝んでこうぜ。うん、そうだね。勝つだねや息抜きも兼ねてどこかへお出かけになってはいかがです。翌日です。そうだね、今日もっと知りたいし、今日のことがよくわかる場所とかに出かけるのもいいかな。今日のことがよくわかる場所ですか。どこがよろしいのでしょう。あら、どなたかいらしたようですわ。お待ちくださいませ。巫女様、伊里殿がお見えになりましたわ。よう、今日はどうする、怨霊退治か。実は今日のことをもっと知りたいって思ってたんだよ。なんだそんなことかよ、俺に任せろって。俺は今日のことなら誰よりも知ってるんだぜ。で、何を知りたいんだ。今今日では帝と院が争って大変なことになってるんだよね。でもそれってそんなに大変なことなのかな、私にはわからないんだ。まだそんなこと言ってるのか。じゃあついてこいよ。今の今日がどんな状況かよくわかるものを見せてやるぜ。どこに連れて行ってくれるんだろう。うん、行こう。でもどこに行くの。それはついてからのお楽しみさ。ほら行こうぜ。お二人ともお気をつけて行ってらっしゃいませ。なんか戦地とかに連れて行かれそうじゃない。着いたぜ、ラジオ門跡だ。ねえ、門が壊れたままだけど。ああ、ずっと前から壊れたままでほったらかしにされてるんだ。100年以上。今日には災害やらいろいろあるからなんだろうな。災害？ああ、地震や火事が少なくないんだ伊里くん。ああ、悪い、少し考え事しちまってさ。とにかくこのラジオ門には夜になると野党なんかが寝泊まりしてるんだと。だから下手に近づくんじゃねえぞ。このラジオ門ってそんなに危ないところなんだ。壊しちゃったらどうかな。野党で捕まえられないのかな、やばくない。ね、これじゃない、なんかこれな気がする。ごめんなさい、違いました。修理した方がいいんじゃないかな。最近は怨霊騒ぎが続くからな、貴族や役人はそれどころじゃねえんだろう。ラジオ門なんかに時間と金をかけてる余裕なんてないってことさ。これが末法の世ってことなのかもしれねえな。結局みんなてめえのことばかり考えて何もしやしねえ。みんな自分のことしか考えていないなんて。でも伊里くんは違うよね。俺か、俺は総兵見習いだからな。仲間と一緒に夜の街を見回ったりはしてるさ。武士や検非違使たちは貴族の家の近くしか見回ってくれねえからな。あー、すごいね伊里くん、私も頑張らなくちゃ。あ、なんでお前が頑張んだよ。頑張ったって無駄だ。だって怨霊が出るからみんな困って余裕がなくなってるんでしょ。私が頑張って怨霊を退治すればこんな状況も変わるかもしれないもの。無駄だって言ってるだろ。俺たちがいくら頑張ったって何も変わらねえんだ。お前は知ってるか、こうなってんのはラジオ門だけじゃねえ。祭事？だって火事で焼け落ちたままなんだぜ。当時と対になる寺さ、もともとは当時と祭事は一緒に建てられたんだ。みんなに深く信仰されていた立派な寺だったのに、祭事は火事で焼けちまった。今じゃ荒れ放題になっちまって誰も見向きやしねえ。そんな荒れ放題ってどうして？
ラジオもと同じような理由さ、時間も金もかけてる余裕がなくてほったらかしにされたんだ。そのうち金までどこかへ行っちまった。今日の誰もがいつも聞いていた金なのにだぜ。いいか、仏の御加護が熱いはずの寺でさえこんなありさまなんだ。だからみんなこの世に見切りをつけて諦めている。そんな中お前だけが頑張っても無駄だろ。頑張っても誰も感謝なんかしてくれねえぞ。頑張っても無駄だって。感謝されたいわけじゃないもの。困ってる人のために何かできることがあればそれでいいって思う。お前の言いたいことはわかるけどよ、関係ない奴のために苦労するのか。俺は自分や仲間を守るためなら何だってしようと思う。だけど威張り腐ってる貴族の奴らがどうなっても俺には関係ねえ。わかんねえよ、なんでお前は関係ねえ奴らのためにそこまでするんだ。そんな風に思うなんて悲しくない？そうかもな。でも俺たちは自分が生きるのに精一杯なんだ。他人に構ってる余裕はない。他人のために頑張るのって全然無駄じゃないと思う。私たちも他の人に助けてもらうことあるもの。お互い様じゃないかな。そうかもしれねえな。お前が頑張るのは悪いことじゃねえもんな。まあ仕方ねえか。こうなったらお前にとことん付き合ってやるよ。本当に？本当だって信用しろよ。なあそろそろ帰らないか。屋敷まで送っていくぜ。今日は疲れただろう。付き合ってもらってありがとよ。今日はお前といろいろ話せてよかった。お前が頑張ろうってなら俺も協力したいって思える。ありがとう伊里くん。礼なんていいって。俺お前が気に入ったんだ。また一緒に出かけような。うん、私も伊里くんのことをもっと知りたいもの。俺のことを？え、私何か悪いこと言ったっけ？いや、何でもない。今日は遅いから。そりゃまた今度だな。じゃあな、ケバブ。すいません。どこが楽勝なケバブの体力見てもらえます？早く目が覚めちゃった。あれ、何か、何だろう、庭の方かな。ほう、気づいたか、ミコ。アクラム、ようやく八葉も揃ったな。信頼は得ていないようだが。そのような調子では何もできぬぞ。今日救うことも帰ることもな。アクラムは何を考えているんだろう。怖い、何も言えないよ。言ったであろう、恐れずとも良いとな。それとも脅した方がお前は力を見せてくれるのか。あなたは私の敵なの、味方なの。お前は私の手駒。私はお前の動き次第で敵にも味方にもなろう。待って、アクラム。どういうこと？私が手駒？おはようございます、巫女様。カツザネ殿がいらしていますわ。うん。よ、目は覚めているか？何かあったのか？具合でも悪いのか？ああ、そういうわけじゃないです。そうかならいいけどな。今日はちょっと聞きたいことがあってな。やらせてもらった。お前、陰のところにいるっていう龍神の巫女とは会ったことがあるのか？陰のところにいる龍神の巫女と会ったことはないです。彼女について知っていることっていうと、確かシリンが陰に紹介したんですよね。あの白拍子が関わっていたのか。変だと思っていたが、あんな奴にそそのかされていたのか。どうして千歳さんのことを気にするんだろう。変なことを聞いてしまったな。忘れてくれ。それより朱雀門へ行ってみないか。うん、このようなことが朱雀門へ。朱雀門でございますか。この前のようなことがあると大変です。くれぐれも音量には気をつけてくださいませね。分かっているよ。行くぜケバブ。勝真さん、どうして朱雀門へ用事でもあるんですか。この前は中途半端だったからな。改めて今日や代々りのことを教えてやろうと思ったんだよ。なるほど、ありがとう勝真さん。なんだ、誰かと思えば。あ、こんにちは。お前さんたち、朱雀門に今立ち入ってはならんのだ。悪いがよそへ行ってもらえんか。立ち入ってはならんってのはどういうことだよ。仕事にならないじゃないか。さて、私もよくは知らぬのだが、
何でも宮様の大切な御用とかで人を近づけてはならぬとのご命令なのだ。時期に終わると思うからそれまでは待ってもらえんか。すまないな。そうか、なら仕方ないな。行くぞケバブ。え、あ、はい。朱雀門から少し離れていれば文句は言われないみたいだな。あの朱雀門って大切な門なんですよね。簡単に通行止めにしちゃっていいものなんですか？いいわけないだろでもな、命令したのが宮様、大層偉い方だからな。誰も逆らえないんだよ。身分というやつですね。よくわからないけど、まあそういうことだ。この強者、これかっこいいね。この強者、誰もが偉いやつに媚び平つらって出世しようと考えている。俺の妹の千歳もそういうやつらの一人だ。へえ、やっぱ妹なんや。千歳さんって院のところにいるもう一人の龍二の巫女のこと？ああそうだ、俺は千歳が龍二の巫女だと偽って院に取り入ったと思っている。ん？妹と仲悪い系？しかもあんな白拍子と手を組んでいたなんて。俺にはあいつが、千歳が何を考えているのかわからない。ずっと顔も合わせずに暮らしてきたからな。ああ兄弟で顔を合わせずに暮らしてきたって。何か事情があったんですか？いや、事情なんてない。そんなに珍しいことだとは思っていなかったが。お前が気にするようなことじゃないさ。貴族の家では大人になったら兄弟でも会わないものなんだ。そうなんや。へえ。ゆかり姫やみそのだってあと何年かすれば別々に暮らすようになる。そうなんですか。それでも千歳の小さい頃を俺は知っている。あいつが龍二の巫女だなんてそう簡単に信じられるものか。お前のことも巫女だとは思ってないやね思ってるんちゃうんかい。龍二の巫女なんてやめてしまえそんないきなり龍二の巫女なんてやめてしまえって言われても。今日のためにできることをしたいだけです。龍二の巫女かどうかなんて関係ないって口ぶりだな。ま、それはそれでいいか。今日のためにって言うなら俺も同じだ。おう、頼忠さん、巫女殿、あなたもこちらにいらしていたのですか。こんにちは、頼忠さん。勝実と一緒だったのですか。不満そうだな。龍二の巫女を信じていない輩のそばにはお前の巫女殿を置きたくないってことか。あ、そっか、青龍同士か。青龍神の巫女を信じていない俺とは口も聞けないってのか。お前がどう思うとこの方は間違いなく龍神の巫女だ。何度も言わせるな。協力しているのは味方や今日を救うためだ。俺は龍神の巫女なんて信じていない。今もこいつに龍神の巫女なんてやめてしまえと言ったところだ怒ったんじゃない？二人ともどうしてそんな態度を取るんですか。相手のいいところを探すのはどうでしょう。相手のいいところですか。お前何を考えてるんだ。こんな院の手先にそんなものあるわけないだろ。あ、なんかかっこいいなこの顔。巫女殿のお言葉ですがそれは無理ではないでしょうかそんなここ一番見せたかっこいい顔がこのセリフかよ私が協力するのは巫女殿だけです。このものではありません。私だけに協力しているって言っても二人とも息が合っていますよ。そういう問題じゃないだろ。このものを信じるか信じないかということです。そうだ、分かってるじゃないか。お前ももう変なこと言うなよ。ケリを解放した時はお互いを信じてたみたいだったのに。あの時はシリンのことで夢中だったからな。そのようなこと考える余裕はございませんでした。あなたがおっしゃるならその方向も検討してみましょう。ま、時と場合によっては協力するのも仕方ないってことだな。必要とあらばそうすることもあるかもしれません。今まさに必要な時と場合だと思うんですけど。それで頼忠さんはどうして朱雀門へ来たんですか。一族の棟梁の命で。和人、あ、新キャラ和人様。ああ、秋文の異母兄弟お迎えに参りました。朱雀門を通行止めにしていた。ああ宮様のことだ。院のご子息で金城帝の弟君
東宮様にとっては母君が違う。アニミアとどういうこと？アニミアって調べたら兄であるミアって出てきたけど、そのまんますぎる。と噂をすればお出ましだぜ。お。ああなんかなんだお前たちは朱雀門に近づいてはならぬと聞いてなかったのか。まったく人払いもろくにできない無能者だな、あの武士は。和人様、失礼いたします。お約束の時間になってもいらっしゃらなかったので棟梁が心配しておりました。お前は確か源氏の武士の一族だったな。源氏の武士どもはうるさいから嫌いだ。村上源氏ではない。源氏など貴族でもなく話にもならん。宮様ほどのお方から見れば武家の一族など取るに足らないのでしょう。どれほどその力を頼られようとも。お前何者だ。私は院を愚弄してただで済むと思っているのか。和人様、皆様がお待ちです。申し訳ございませんが、私が忙しくて命拾いしたら、次に会った時に私が覚えていないことを祈るんだな。勝実さん、あんなこと言って大丈夫なんですか。あの宮様はあんな風に怒ってばかりいるからな。俺のことなんかいちいち覚えてなんかいないさ。そうならいいんですけど。あれ、私どうしたんだろう。なんだか気分が悪い。どうしたケバブ、宮様のドッキリにでも当てられたのか。急にめまいがして。調子が悪いのか、早く戻った方が良さそうだな。お帰りなさいませ、巫女様。今日はどうなさったのですか。よくわからないんだけど、また急に体が重くなって軽い汚れを受けてしまわれたようですね。俺がついていながら今度も何一つ気づくことができなかった。このパターンなんや。そんなに気にしないでください。私にも何が原因なのかさっぱりわからないんです。汚れってのはそんなに簡単に受けてしまうものなのか。巫女の気は特別に正常なのだ。だから少しの汚れでも体に影響が出るのだ。めっちゃ涼しそうやな。なんかニトリとかに売ってるさあ。龍二の巫女を信じていないお主にいても信じぬであろうがな。起きてしまったことをあれこれ悩んでも仕方ありませんわ。今重要なのは玄武の解放だ。ゆかり、吉日は占えたか。占いでは10月22日ならば玄武を呪詛から解放できると出ましたわ。それまでにちゃんと玄武が縛られている場所を調べておくのだ。汚れがあれば歪みが生じ、必ず何らかの兆候が現れる。今日で起こる奇怪な出来事を追えば玄武の手がかりも見つかるはずだ。さらに玄武の場所を探る際には天地の断りを乱してはならぬ。もしかしてこれ僕がしくったのバレてるな。それで玄武の解放には誰の力を借りればいいのかな。あのさ、知人宅訪問って何。今日の見回り代理出資。まあ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 、知人宅訪問って秋海さんおらんと勧められんのよな。あのごめん、本当にイベント進まんねん。行きたいけどごめん、ほんまにごめん、ほんまに今日はやばい。そっか、じゃあ気ぃつけて行く。いい方かな。ごめんな、さすがにイベント進めとほんまにやばくなってきた。19日やろ。だって22人行くって言ってたもんな。秋文くん、頼んでみてくれませんか。お任せください。この人から話を聞かんといけなし。なんだ、あ、まさかあなたは秋文様。そうです、実は私も同じことを聞きたいと思っていたのです。この縁の松原で最近何か異変がありましたか。包み隠さず報告してください。はあ、ではどうか笑わずに聞いてくだされ。実は最近ただしの森からここに一本の苗木が移し替えられました。ところがそいつが夜ごとにすすり鳴くんです。霊力のない人間にも樹木の声が聞こえるのか、珍しい。これってやっぱり呪詛のせいなのかな。他には何か話を聞いていませんか。この話を聞いた陰陽師が気の汚れを感じると言って正しの森に出かけていった。だが陰陽師同士でないと話してもわからんと言って詳しくは話してくれんかったな。この後連れて行きます。ただしの森ってかなり広いな。目的の人にちゃんと会えるといいんだけど。
おう、陰陽師。なんだい、君たちは悪いけど、僕は今大切な用事があるんだ。邪魔しないでくれるかな？あの、大切な用事って何ですか？君は陰陽師じゃないから話をしてもわからないと思うよ。ここにいるよ。うわって言われてるやん。安継殿、なんでここに？え、逃げてった？あ、逃げなくてもいいじゃない。あと追うか。あと追うかって、追う。あ、ついてない。お師匠さえ頭の上がらない安継殿に捕まるなんて。へー、お前は落ち着きが足りぬ。そんなことでは今後陰陽師としてやっていけぬぞ。うー、言いにくいことをズバズバと、う。このキャラ面白い。どうしたの？気分でも悪いのですか？龍神の巫女、よくぞ。正しの森へ参られた。え、あなた、乗り移った？乗り移ってる。連理の榊。今はこの陰陽師の体を借りて、そなたに直接語りかけている。あったな、こんな。今お前の目の前にあるこの絡み合った木が、ああ、そうだそうだ、伝理の榊だ。巫女よ、お主は呪詛の気配を追っているのであろう。実は我ら木々は最近業務に巣くう木の汚れによって苦しめられている。どういうことですか？何者かが玄武を縛るため木の毛の汚れを利用している。どうか巫女と八重の手によって木の汚れを払い、今日に正常な気を取り戻してほしいのだ。わかりました、やってみます。これで呪詛の解除に一歩近づきましたね。やったな。おお。その顔やめて。二つある。一つは、スタクの加護を受けた者の力を借りる方法。ゲームの加護を受けた者が力を貸す方法だな。あー、だからこのどっちかってことか。安継さんにしよっかな。お、周辺の水属性の土地を回れ。はーい、わかりました。わあ、めっちゃかっこいい。月せぬ霊水をたたえる神仙園より水の木を玄武に送る。すごい。髪の縛ってるの紺色でいいな。ここですべきことはこれで全てだ。ごめん、今日も出かけられんのよ。天でしょ、天の人はね、連れてけんのよ。ごめんね。おい。ふざけんなよ。今日の散策を今日することないと思うよな。みんなどうしよう。10回ロードし直してないけど、絶対この人罰や。明日しかで、時間ないよな。ちょっと待って、これ、おこを変えて乱数を変えるみたいな。前日の夜に戻って、20回ロードし直して安継さんやったんやけど、20回罰だね。もうこれは諦めるしかないわ。リンド、これ、リンドってこうやって書くんや。俺の好きな花だぜ。寝るか、明日怒られるんかな。いや、ベストは尽くしたんやけどな。怒られるかな。巫女様、おはようございます。勝実殿がお見えですわ。安継がまだ来てないみたいだな。安継さん、お前今日がゲームを開放する日だって忘れて。ないよ、20回もやり直したよ。でも安継さんが絶対に出てこんかったよ。もうそうだった。でも場所がわからないです。じゃあ安やった。俺たちで調べておいた。ゲームは朱雀門にいるようで、協力すると約束したんだ。手を抜いてもらっちゃ困るぜ。違う。ああ手なんか抜いたら、いや、全力でやった結果がこれやんかよ。巫女さんも責めないでください。ちょいちょいちょい。今朝、スザクモの様子を見てきたんだが、和人様がおられた。和人さんってこの前、スザクモを通行止めにしてた人ですよね。あ、その通りだ。またスザクモで人払いなんかされていたら厄介だ。新王の和人さんがスザクモにいるのか。でも今日はゲームの解放に専念しないとね。どの口が言うって感じやろな。あ、そうだな。余計なことは気にしない。かけないでおくか。
なんといっても今日はあの白拍子の陰謀を暴かないといけないんだからな。とにかく今日はなんとか原本を取り戻さないとな。あ、吉継さんじゃない？準備はできているようだな。吉継、遅かったかじゃないか。そうでもない。そうか？まあ細かいことは行こうぜ。ごめん、吉継じゃないわ。安継や。よし、今なら和人様はいないようだな。とっとと済ませてしまう。こういうところからなんか汚れって始まるやろうなと思う。とっとと済ませてしまうよぜ。で、どうすればいいんだ？安継、そう、安継さん。ごめんね。怒ってる？安継さん、どうしたんですか？汚れを感じ、やっぱり。読み間違いが汚れの始まりやからな。なんだお前たちは下々の者にうろつかれると目障りだ。あれ、また気分が悪くなってきた。おい、ケバブ、どうした？また気分が悪いのか？あの者の的は汚れにやられたのだ。まがまがしい時期。いや、そこらへん、原本を爆するのもあの者かもしれん。和人が？あ、朱雀門で気分が悪くなったのも和人さんと会った後じゃ。確かにそうだったが、和人様を疑うなんて冗談や間違いでは済まされないぞ。いや、でも一目会った時、冗談でも間違いでもない、確かにあの者から邪気を感じる。そういうことなら見過ごすわけにもいかないな。え、勝実さん何をするんです？和人様、お待ち願います。何事だ？お前ごとき小役人が私を引き止めていいと思っているのか？どうしよう、気分が悪いけど汚れかもしれないし。あなたがまとっている汚れは何ですか？汚れだと？それはお前たち下々の者のことだ。親王の私を侮辱したのだ。それなりの覚悟はできているだろうな。ミヤ、そのような大声を出されてどうなさったのですか？元美さん、これはミコもご一緒だったですか？朱雀門から横島な感じがするので気になって参りましたが、どうなさったのですか？朱雀門にいた和人様が汚れを怯えている。朱雀門に呪詛を仕掛けたのはもしや院のご意志ではないだろうな。そんな、院が呪詛を行うことなどありえません。ありえもしない呪詛を理由に私だけではなく院までも侮辱したのだ。この者たちに重罰を与えねばならん。そうだろう、元美。罰のことは私には。ですが、ミヤ、呪詛があるのは本当でしょう。横島な気配を私も感じます。元美、お前などに何がわかるというのだ。お前のような者が私に口出ししていいと思っているのか。待ってください。元美さんに聞いたのは和人さんじゃないですか。巫女、本当に私が部をわきまえなかっただけですから。小娘、下賤な女の分際で小賢しいことを言うな。気に食わないぞ、覚悟しろ。何をしようとしているの？宮の周りに邪気が集まっている。怨霊を呼ぶか、この朱雀門で阻止する力を貸せ。この絵めっちゃ好き。はい、私の祈りが巫女をお守りするなら。陰陽の断りの歪み、わずかながら正す邪気の道を断つ。かっこいい。重さが消える。嫌な感じがなくなる。祈りの声が響く。かっこいい。あ、玄武の二人や。天地の玄武の心が合わさった。その力に応えよう。今気づいたんで。また不思議なところに来たみたい。ここで獅子と会えるといいだけど。気を感じる。誰かいるの？強い神器を持つ娘。そなたは龍神の巫女か。そう呼ばれることもあるけど、あなたは誰なの？我は玄武、龍神に仕えるもの。はい、賢さとは何か。多くの声に耳を傾けること、それがそなたの答えか。よかろう、そなたを巫女と認めよう。望みは何か。ああ、それをやめてください。よかろう。白子ね、オッケー。
わ、スザクも戻ってこられたんだ。これが玄武の札。うわ、玄武や。あなたの声が玄武を目覚めさせたのですね。玄武の力が。そうか。バカな、こんな小娘や元身に私が玄武を奪われたというのか。そんなはずがない。そんなことがあっていいはずない。あ、待ちやがれ。ち、逃げ足が早い宮様だな。宮が玄武を呪詛に使っていたということは、まさか帝を呪っているのも宮なのでしょうか。そう考えるしかないだろう。和人様自身の考えか、指示した者がいるのかはわからないが。シリンじゃない院がそのようなことをなさるはずはありません。院ご自身が怨霊に呪われていたのですから。じゃあ他に和人様に呪詛を行わせている心当たりはいないのか。まさか時友殿が。いえ、時友殿に限ってそんなはずは。おお、和人様の後見人だったな。ありえない話じゃないな。新キャラ。あの、玄武も取り戻せましたし、私はこれで失礼したいと思います。呪詛のこと申し訳ございませんでした。元美さん。なぜ元美は呪詛のことで詫びたのだ。あれは関係なかろう。ああ、元美殿と和人様はいとこだ。身内が呪詛を行っていたからだろう。あいつが悪いんじゃないが、同じ院に組みするものだしな。まあそっとしておこうぜ。しかしお前が言った通り、呪詛を行っていたのは白拍子だけじゃなかったんだな。正直俺はそこまで考えていなかったぜ。ねえ、僕も。私はこの場所に残る汚れを払う。かつザネたちは先に帰れ。そうさせてもらおう。ケバブ帰るぞ。巫女様お帰りなさいませ。そのお顔ですと玄武の解放は大丈夫だったようですわね。うん、無事取り戻せたようだけど。ってことがあったんだ。まあそんなことが。宮様と金城帝は母子が違うとはいえ実の兄弟です。ふんふんふん。なのになぜ呪ったりするのでしょう。ここで考えていてもわからないだろうな。和人様が首謀者かどうかもわからないんだ。あ、兄様。巫女、無事に玄武は取り戻したようだな。うん、元美さんや安次さんが助けてくれたから。ならば気づいているか、最後の獅子白虎も奪われていることに。そうみたいだね。玄武もそう言ってた。今や呪詛は白虎に集中しており、強い呪詛が歪みを生ずる。最近当時で奇怪な出来事が起きているそうだ。一度当時を調べてみるがいいだろう。分かった、調べてみるよ。次当時ね。 OK。 ん、同じ力。もう帝やの呪詛にもシリンや千歳が関係しているってことか。勝山殿、そう決まったわけではございませんわ。だが千歳たちが関係している可能性もあるってことだ。やはり一度は千歳という姫を調べてみなければならぬようだな。勝山さん、あいつが院の巫女になった日から、いつかこんな時が来るんじゃないかと思っていた。一族の不始末の責任は一族が取るべきだ。今日はよくやったな、ケバブ。よく休めよ。勝山殿は本当に大丈夫なのでしょうか。元美さんも和人さんが呪詛を行っていたことを気にしていたみたいだったし、平然としているのは安次さんだけだね。安次殿は、安倍の家の中でも突出した力を持っておられると伺っております。滅多のことでは動じることはなどないのでしょう。いやー、玄武解放編はかなり反省点が多いですね。まあ最後に情報を見て終わりましょう。全然何もできんかった。解放もできんかったし、いろいろ神とかね集めようと思ったけど、お香とかも全然集められんかったし、何もって感じだったね。伊佐渡くんのイベント見られたぐらいかな。ああ、全然増えてない。